はい、皆さんこんにちは。エグザイルジム局のアキラです。今回はですね、3代目の JS ビランドのツアーの情報をまとめていこうと思います。はい、今週末からね、3代目のツアーがね、始まるんですけれども、やっぱり皆さん気になってるところは、どういうライブになるのか、どういうツアーになるのかっていうところだと思うんですよ。なんで、本人のね、メンバーのね、発言をもとにね、まとめていこうと思います。はい。で、これはね、ポスターにも書いてる通り、新しいライブのね、形になるそうです。はい。これはね、本当に行ってみないとわからないんでね。はい。で、あとはね、やっぱりアリーナツアー、スターズのね、アリーナツアーとの差別化をしているらしくて、まあ、アリーナではね、JSB ドリームとか、まあ、そういった曲を聴けなかったんですけれども、まあ、それはね、ドームツアーにね、撮っていたらしくて、アリーナで聴けない曲を、まあ、ドームで聴けると。まあ、そして、今までの3代目のツアーで聴けなかった曲、例えば、ディープインサイドとか、まあ、そういったマイナーな曲も、今回のドームツアーで聴けると。はい。そして、ゴリゴリの3代目が見られると。で、ソロのね、パフォーマンスはなさそうです。あくまで7人のグループとしての3代目のパフォーマンスを、披露してくれるそうです。はい。これはガンちゃんが言ってましたね。はい。で、やっぱりスペシャルなライブ、伝説のね、ライブに、なるそうです。はい。なんでね、皆さんぜひね、行ってみてください。